世界の起源、世界の起源、世界の起源は、ギュスターブ・クールベ作の油彩画である、1866年作、およそ4655センチメートル、18.121.7インチ。ベッドの上で足を開いた裸の女性の生殖器と腹部をクローズアップで描写している。この絵が描かれた当時、クールベのお気に入りのモデルは、ジョアンナ・ヒファーナン。 ジョアンナ・ヒファーナン、通称、ジョー、ジョと呼ばれる女性だった。当時、彼女の恋人は、アメリカ人の画家で、クールベの信奉者のジェームズ・マクニール・ホイッスラーであった。クールベはまた1866年に、エルエベル・イロンです、美しきアイルランド女、ジョーの肖像という、ヒファーナンをモデルにした絵を描いた。クールベは画業において4枚のヒファーナンの肖像を、描いている。 おそらく彼女が世界の起源のモデルであろう。となれば、少し後にクールベとホイッスラーが喧嘩別れしたことの説明がつく。その後ホイッスラーは彼女と別れアメリカへ帰った。もっともヒファーナンが赤毛で世界の起源の陰謀は黒黒しているところが疑問点ではあるが、彼女がモデルであるという説が有力である。彼女についての小説、J.L. オリギネ。 D.U. m で、私が、世界の起源が、2000年に出版された。著者は、フランスの作家、ヒファナンを語り手として、彼女が、クールベの愛人であり、絵のモデルだという説に立っている。またも、ルローマンでエルオリンギネ、起源の物語、1996年において、主人公を、クールベ自身とし、彼女がモデルだとしている。2018年9月末。 アレクサンドル・デューマ研究者のクロード・ショップが、モデルはパリ・オペラ・ザ・バレエ団のバレリーナで高級商婦及び注文主、ハリル・ベー、イカ参照の愛人であったであると表した。これは、アレクサンドル・デューマ・フィスが、ジョルジュ・サンドに宛てた手紙に不明瞭な言葉があることに気づいたことがきっかけであった。手紙には、オペラ・ザ・バレエ団のケニオのインタビュー、フランス語、アンテルビューを描くとあったが、 これは、内部を意味する、アンテリウールの語植であると判断された。フランス国立図書館のシルビー・オブナはこれまで、ケニオー説を唱えてきたが、この発見を伝えられ、この証拠のおかげで、クールベのモデルが、コンスタンス・ケニオーだと99%確信できた、述べた。クロード・ショップは10月4日に、これに関する著書、世界の起源、モデルの人生を発表した。 世界の起源の注文は、オスマン帝国の前外交官、ハリルベー、ハリル、シェリフパッシャハリルシェリフパッサによるものだと考えられている。彼は、マケドニア出身の高官の息子として上、エジプトで生まれ、パリへ教育に送られ、アテネ、サンクトペテルブルクの大使を務め、その後パリに定住した。シャルル・オーギュスタン・サントイコールブーブがハリルベイを、クールベーに引き合わせ、ハリルはクールベーに、 個人的なエロティック絵画のコレクションに加えるための絵を注文した。そのコレクションには他にも、ドミニクアングルのトルコブロ、ルーブル美術館像やクールベの別の絵である、眠る、女たち、プティ、パレー美術館像が含まれていた。なお、眠る、女たちのモデルの一人はヒハナンだと言われている。ハリルベイは再び外交官となって、ウィーンに行くことが決まり、 賭博で積み上がった借金を生産するため、1868年1月にコレクションの売り立てを行った。骨董賞のアントワーヌ・デラナルドが世界の起源を最初に購入した。エドーモンド・コンクールが1889年、骨董店でこの絵を発見した。雪の風景が描かれた板で隠されていたという。1910年、ロベール・フェルニエ、画家。 クールベの研究者の協力のもと、ハンガリーのフェレンツ・ハトバニー男爵が、ベルネームイコール・ジューヌ・ローでこの絵を買い、ブダペストに持ち帰った。ハトバニーは産業家から貴族となった、ハトバニーイコール大中験出身のコレクターで、自身も画家としてパリで教育を受けた人物だった。第二次世界大戦の末期、この絵はソビエト軍に略奪された。 当時フランスに移住していたハトバニが代価を払うことで絵を一枚だけパリに持ち出す許可を得た。その時彼は世界の起源を選んだ。1955年、世界の起源はオークションにて150万フラン中デノミネーション以前で売られた。新しい所有者は精神分析学者のジャック・ラカンであった。妻で女優のシルビア・バタイユと共に彼はその絵を パリ郊外のギトランクールの村の別荘に飾った。ラカンは彼の義兄のアンドレ・マッソンにこれを隠すための別の絵と二重構造の額縁の制作を依頼した。マッソンは隠喩的なシュルレアリスム版の世界の起源を描いた。1988年、ブルックリン美術館でのクールベ回顧展で世界の起源が公開され、ニューヨーク市民は感嘆した。なお、 2008年にメトロポリタン美術館で開かれたギュスターブ・クールベ展でも展示されている。1981年にラカンが没した後、フランスの経済財務大臣は遺族の相続税を免除する代わりに、フランス法律における仏能としてこの作品をオルセイ美術館に譲渡することを認め、1995年に最終的に実施された。世界の起源は、 道徳の価値が疑われ始めた時代に描かれた。その写実性と赤裸々なエロチシズムのために、この作品は今なお衝撃的である。19世紀を通じて、裸体表現は革命を続けてきており、その主要な活動家がクールベと真似であった。アカデミック絵画では、ツルツルとして理想化されたヌードが求められていたが、クールベはそれを拒否することで、 フランス第二帝政の偽善的な風潮を批判したのである。当時はエロティシズムや歪説の表現は神話的もしくは無限的な絵画のみが許容されていた。これはルネサンス以降の伝統であり、ギリシャ神話において人類発祥の地を言われるクレタ島のガヤを表すと思われる洞窟の中の岩の割れ目、まさに陰烈に見えるお起源とする芸術表現の不みの過程である。 クールベは後に絵画において嘘をついたことはないと言った。彼の写実主義によって表現の限界が押し開かれた。世界の起源でクールベは真似の草上の昼食、オランピアより以上のエロティシズムを表した。また、この絵画は日本の江戸時代の歌川国吉などの大開きへ、大つびへの影響を明らかに受けている。1994年2月、 作の小説アダーシャンズ・パーペッチエルズ永遠の憧れが世界の起源を表紙絵にして出版された。警察当局はフランスの書店を回り、店頭からの撤去を求めた。クレルモンフェランのローマ書店など、いくつかの店の経営者は展示を継続したが、ブザンソンのレ・サンデイルズ・ディ・インピディクルなど、他の店は従った。また自主回収を行うところもあった。 著者はこれに失望していった。少し前まで本屋というのは反対性のものだった。1970年内務省がピエール・ギュヨタの本エデン・エデン・エデンを発禁にしたとき、本屋は抵抗する場所になったのだ。それが今では検閲官の先防活義か。モラルの基準やヌードの芸術表現に関してのタブーはクールベの時代から変化しているが、 それは写真や映画によるものであり、絵画では未だ刺激的である。この絵がオルセイ美術館に到着した際は、ちょっとした騒ぎになった。護映がこの絵のためだけに一人ついて、見物客の反応に注意することになった。セルビアのパフォーマンスアーティストは、2005年、この絵をパロディにして、EU パンティというポスターを制作した。また、2014年には、 ルクセンブルク出身の若手女性アーティストのデラドゥ、ロベルティスがこの絵の下で M 字開脚して自身の陰部を公共の場で両手で広げて見せて物議を醸した。金沢市の金沢21世紀美術館には2004年よりアニッシュカップーアによる世界の起源と題するインスタレーションが高級展示されている。これは展示室の上の方に黒々とした 楕円形の穴が描かれたものである。絵はがきのセールス順で言えば、世界の起源は、オルセイ美術館で、ルノワールのムーランド・ラ・ギャレットの舞踏会に続いて2番目に人気のある作品である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。